じゃあなんかね、ちょっと前、去年の年末ぐらいですかね、去年の終わりぐらいからちょっと盛り上がってる変なのがあるんですよね。テスラ缶っていう、テスラってね、あの車のやつとなんか関係あるのかなと思うんですけど、これがね、怪しいんですよ、テスラ缶。いや、スピリチュアル信仰とか、あとあれですよ、陰謀論者とかの間で流行ってるんですよ。これはね、一応ね、アサゲビズの記事からいきます。巷で噂のテスラ缶をご存知だろうか。スピリチュアル信仰のある人々から絶大な支持を受けている開運グッズでも言うべきか。近くに置いておくだけでどんな病気や怪我も治るという、まさに奇跡の缶だという。このテスラ缶、見た目は英語の英字のラベルが貼られただけの金色の缶で、とてもシンプルだが、これを置いておくだけで歯が再生した、若返る、寝起きが良くなる、なんか髪の毛もどんどん生えるとかね、など SN 上でその効果が広がり、スピリチュアル好きから一目置かれているという。まあだからコンプレックス商売ですよね。一体この缶の中に何が入っているのか気になるところだが、缶を開けてしまうと効果がない。そこもうさんくさいですよ。缶を開けると効果がないんですって。絶対に開けてはいけないという、そんな説得また怪しげに感じられるのか。実際にそんな驚きの効果があり得るのだろうか。そういう効果的に科学的根拠はありません。医療機器でもないのに、こうした実例的具体的な効果を謳って販売されるということ、かなりグレーな印象を受けますという専門家。謎に包まれたテスラ缶のお値段はなんと1缶250万円ですってよ。250万円払ったら大概の悩みは解決できると僕は思うんですけどね。この缶に250万払いますかね。それで手に入れたくても高額ゆえに手が届かないというスピリチュアル愛好家の間では、テスラ缶の DIY ブームが起きているという。確かにね、僕ね、ちょっと調べたら、楽天、アマゾン、メルカリあたりでテスラ缶って売ってるんですよ。で、そんな高くないんですよ。なんだろうなと思ったら、多分それ手作りなんですよね。SNS には続々と自作のテスラ缶もどきの写真や、その作り方が投稿されています。缶詰や燃料の空き缶にアルミシートを持って、さらにその上から導線をぐるぐると巻きつける作り方がメジャーなようです。缶の中身は水晶や鉱石、パワーストーンなど、各々が効果を信じているスピリチュアルグッズをアルミたわしで包んで入れたり、10円玉や薬を入れて作成しているようです。そんなんで願い叶うんですかね。今まで集めてきたスピリチュアルグッズをかき集め、錬成することで効果がより確かなものになるのでしょうか。 SN 上では自作のテスラ缶のおかげでよく眠れるようになった。気持ちの持ちようじゃないですかね。本物よりは弱いらしいかもしれないが、部屋の中に良い空気が流れ出した気がすると。それね、気のせいですなど、その効果を実感するような書き込みでも見受けられます。空き缶と石と銅線で効果を感じられるなら、250万の本物を今日購入する必要はないですから、ね、まあそりゃそうだ。スピリチュアル世界の間では空前の DIY 部分が巻き起こっているよと。これあれじゃないですか、何でしょう、石田一生くんね、パワーストーン売ってないでテスラ缶売ったらいいんじゃないですか。その方が儲かるんじゃないですかね、今だったら。まあ買う人がいればですけどね。まあもちろんそういうのにね、テスラ缶は詐欺だという声もあるっていうのもちろん出てます。テスラといえばイーロン・マスクさんがやってる自動車メーカーを連想しますが、どうやら全く関係ない、無関係なんですね。謎が多い商品ですが、250万とかかなり高額で、何でも近くに置いとくだけでいろんな効能を得られるという、なんともオカルティックな商品のようですと。このテスラ缶の中身や効果は開けてみた人がいるのかと、詐欺との声にも気になると。これはね、やっぱりね、とてもオカルトティックで、陰謀論者たちが大盛り上がりしていますと。まあそうなんですよ。陰謀論者が、盛り上がってんですよ。陰謀論者インフルエンサーがこのインチキ商品テスラ缶を情報弱者に売ろうと、歯が再生、若返る、ほくろが取れる、髪が伸びすぎるなど宣伝をしている。最悪だ。身内が陰謀論者にハマっている人はご注意よ。じゃあもうそうなっちゃうとね、三浦春馬くんのね、陰謀論とか信じてる人は今度これに手出したりしますからね。テスラ缶ということで、缶ですから中身が気になる。しかしそこで蓋を開けて中身を確認しているのかし、
もういるのか調べてみた。結果としては今のところ誰も開けて中身を確認した人はいません。そもそも買う人がいるのかどうかですよね。テスラ缶を開けると効果がなくなってしまうと言われているからです。最近陰謀論界隈で持ち上げられているテスラ缶、お値段250万円の体験会が行われた模様を、置いておくだけでどんな病気や怪我も治るとされているが、缶を開けると効果がなくなるので絶対に開けない。開けてはいけない。そこがうさんくさいですよね。中身を見ると効果が失われることで、信じて買ってる人は開けないでしょうし、興味本位で買っているにしても250万高すぎるので手を出す人がいないというのが現状ですね。しかし中身がわからないことによりネット上では様々な予測がされていると。テスラ缶の効果を置いとくとしてテスラ波っていう電磁波を出しているなら中身は何かしら電子回路とその電源が入っていて200万超えの値段がからさするとリチウムイオン電池が電源になっていると考えられるので放っていくと経年劣化していずれ爆発する、テスラ缶ではそのテスラ波っていうところから取ってるってことなんですかね。じゃあそうなるとね、あ、テスラ缶の製作元が吉田統合研究所っていうのがあるんですね。テスラ缶詐欺ではないかっていうところもあるんですよね。古くからあるありがたい壺を売る商売を現代風にするとテスラ缶という名前がつくらしいそうなんだ。霊感商法詐欺とは昔から手口が同じという、まあ同じですね、全く同じです。テスラ缶、一応科学っぽさを綴った詐欺技非科学の EM 菌とか水素水といった小手先ではなく直球で学会全否定の詐欺全開やないか。この威風堂々たる詐欺アイテムに群がるフォロワーやビリーバーをリスト化すれば詐欺商売界隈で高額売買可能なリストになるぞ。まあでも金持ってるんですね、世の中ってね。なんか不況だ不況だって言われてるけど、日本人ってやっぱなんだかんだ言って金持ってんですよね。なんか格差社会って言ってるけど、やっぱりね、若者とかは確かに貧乏な人は多いんでしょうけど、だいたいこういうのやってる陰謀論者ってだいたい 4,50 歳って言ってそれぐらいの年齢っていうのはやっぱ金あるんですよね。テスラ缶、明らかに信者に向けた詐欺ビジネスだ、いい加減気づいて。マジで吉田統合研究所っていうところで売ってるんですよね。これがインチキ臭いと。吉田総合研究所の統合研究所間の商品ラインナップ、片台オンローラー、超古代超越科学刀、縄文神聖水の活水器、波動スピーカー、縄文スプラッシュ、ミラクルオイルなど、まあ怪しそうな名前ですね。すべてオカルト好きそうな、食いつきそうな商品がたくさんある。値段も400円のものから約50万ぐらいのものまでかなり幅広いですね。テスラ缶も250万円と相当高額でしたが、他の商品も結構なお値段するようですね。効能に関してはどれも高騰無形すぎて僕には理解しにくかった。吉田統合研究所の紹介ページの画像によると、チェルノブイリなどの浄化を支援していり、50カ国以上で平和活動している。その他にも先ほど紹介した縄文神聖水、オクトミラクル、ヒーリングウェーブなどを開発した。知らないよそれ。謎の一体どういったものが。テスラ缶はサロン情報ばっかり先行して、製品が実在するのかよく分からなかったんだけど、リンク先が開発元のようですねと。あ、なるほどなるほど。まあそれも都市伝説化してたって、本当にそういうものがあるのかどうかってことですね。で、最近はその手作りもできてるってことですね。まあなんかそういう人たちの中で、9日でしたっけに反ワクチンとか反マスクのデモがあったらしいですね。1000人規模のね、渋谷でやったらしいですね。まあみんなほとんど、いい年齢らしいですよ、これを見ると。しかも Q アノン系ですよね。いわゆるトランプ支持者みたいな感じですね。ヤマト Q ですね、神様の、真実の都って書いてヤマトって読むらしいです。あ、なるほどなるほど。ヤマト、昨年10月頃ネットユーザーを驚愕させた
テスラ缶はスピリチュアル自作版ヤマト缶を作るムーブメントに変化し、今ではヤマト缶と記載されるようになっていると。なるほど、今はヤマト缶っていうんですね、手作りのは。なるほど、テスラ缶からヤマト缶に名前が変わった。まあ、なんかそういうのをやってる人たちの間で信じられてる、まあ、そんな話ですけどね。いろんなものありますねということです。ではでは。